の影響と考えられる現象は琵琶湖でも生じています。それが前槽循環。水が循環するときに表層から底層までの溶存酸素濃度が一定になるので琵琶湖の深呼吸とも呼ばれます。この前槽循環が近年気温の上昇により遅れたり完全に起きなかったりということが生じています。前槽循環とはどういった現象なのでしょうか。通常琵琶湖はですね、この春から夏にかけては太陽の光がさんさんと輝いて表面が温められますよね。でそれが風の作用で適度に混ざって表面が暖かくて軽い水で、下は十分にその攪乱というかこの循環が届かないので下は冷たくて重い水っていう二層構造になります。その暖かくて軽い水と冷たくて重い水の間に水温は急激に下がる水温躍走っていうんですけども、その水温躍走を挟んだ構造になります。でそれが春夏秋ぐらいなんですけども、冬になってこう寒くなってきてかつ風が強く吹いてくるとその表面がよく混ざってですね、この混ざる攪乱がどん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 波及していって前層がずっと混ざるんです。これが普通だと1月のどっかから3月の間まで全循環という、それが琵琶湖の深呼吸というこの全循環というのが起こるんですね。琵琶湖はこのように毎年全層循環を繰り返してきました。しかし2018年から2019年にかけて北湖の一部ではこの全層循環が確認されませんでした。琵琶湖の水温の変化を表したグラフを見てみると少しずつ上昇しているのが分かります。前槽循環が起きなかった要因は何でしょうか。ここの地球温暖化だと思うんですけども、夏が暑くてしかも長くなる、そうすると熱がどん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 溜まる、それでただでさえもこう琵琶湖がこう表面が軽さが暖かくて軽さが増しているところに冬が暖冬で十分に冷えない、で風もあまり吹かないとなると、その十分に表面が冷えないからこの循環がどん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 ずっと弱くいい状態で来てしまう。でそのまま暖冬が続くと水を混ぜる力は弱いので混ざらない状態のまま下の方に混ざらない水が残ってしまうということになります。それで十分にこう琵琶湖が全体に混ざらないので、全循環が起こらないということになってしまいます。前槽循環が起きないことにより生じる可能性がある影響は、一つは、琵琶湖の底に住む生き物に酸素が行かなくなる、それによってそこに行く生き物が窒息酸欠になってしまうということです。でもう一つは、酸素が行かなくなったことによって、琵琶湖がもう一度冬用化が進んでしまうかもしれないということです。このほか秋に暖かい日が続き11月に季節外れのアオコの発生が確認された年もありました。琵琶湖はその豊かな自然環境を通じ水産や観光などさまざまな恵みを私たちに与えてくれています。流域での私たちの生活を映す鏡とも呼ばれる琵琶湖の変化を受け止め地球温暖化防止の取り組みを進めることが琵琶湖の保全にも大きくつながっていきます。